東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島。番組では東広島市から各種のお知らせなどをお送りします。新型コロナワクチンの3回目接種が始まります。18歳以上の市民を対象に新型コロナワクチンの3回目の接種を行います。接種が可能になる時期と接種券の発送時期がそれぞれ異なります。ワクチン接種の日時や場所、予約方法などは接種券に同封の案内または市のホームページでご確認ください。なお、接種間隔などの見直しにより接種時期が変更になることがあります。東広島市では地震や台風、豪雨などの災害時で特に被害を受けやすい高齢者や障害者など自力で避難することが困難な人を対象に災害時の避難支援希望調査を行います。2月中旬には希望調査書を発送しますので、届いた人は必ず返信用封筒で希望の有無を返信してください。締め切りは3月18日です。令和4年会計年度任用職員などを募集します。職務内容や手当など詳しくは広報誌2月号に掲載しています。市県民税と所得税の確定申告は自宅で作成をお願いします。申告会場に大勢の人が集まると新型コロナウイルスの感染リスクが高くなります。皆さんの安全のため申告会場への来場を控え、市県民税の申告書は郵送で提出してください。なお、申告書には必ず電話番号を記載してください。また所得税の確定申告書の提出は自宅から申告できる e-tax をぜひ利用してください。 e-tax は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで画面の案内に従って入力すれば税額などが自動計算され、簡単に申告書を作ることができます。会社などを退職し健康保険の資格がなくなった人とその扶養者だった人は国民健康保険への加入、勤務先の健康保険に引き続き加入、家族の健康保険の被扶養者になるのいずれかの手続きにより健康保険に加入する必要があります。また就職などにより別の健康保険に加入したときは、それまでに加入していた健康保険の脱退手続きが必要です。詳しくは国保年金課にお問い合わせください。2月から市立図書館の利用方法を変更します。中央図書館とサンスクエア児童青少年図書館、黒瀬図書館は2月15日から貸し出しと返却がセルフサービスになります。利用方法の変更に伴って図書や雑誌の貸し出し冊数も変わります。図書館の利用方法に関するお問い合わせは障害学習課または中央図書館にお問い合わせください。元気輝きポイント手帳の提出はお済みですか？水色の表紙の令和2年度元気輝きポイント手帳を持っている人は必要事項を記入し手帳交付時にお渡しした返信用封筒で郵送するか、地域包括ケア推進課または各支所にご持参ください。ポイントを上限まで貯めなくても提出可能です。市で手帳のポイント数を確認してポイント数に応じた報奨金を支給します。締め切りは3月7日必着です。お問い合わせは地域包括ケア推進課までどうぞ。マイタウン東広島では暮らしに役立つ情報をお送りしていきます。次回もどうぞご覧ください。